はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日は、キャラの超進化ですね。皆さんもう超進化させてると思うんですが、ルフィを超進化させたいと思います。ナミが元に戻ってはいけません。はい、ルフィですね。いやー、ルフィはちょっと熱いですね。レベルが66いきましょう。超進化素材ね、いただきましたので進化させたいと思います。いきます、超進化。はい、ちょっとジーンとくるのは何でですかね。いやー、なんかこういいですね。はい、ルフィ超進化しました。俺はやるぞ、海賊王に俺はなる。はい、聞かないね、ゴムだから。全部守る、そのための2年だったんだ。聞かないね。こんな感じですかね。はい、必殺技が敵全体に攻撃かける40倍の力ダメージを与え、一旦攻撃を遅延ですよね。遅延ですよ。あ、攻撃を与えるんですね。なるほど。戦長効果が1ミリの攻撃を 2.25 倍、体力を 1.25、 パーフェクト4連続で移行、キャラの攻撃がパーフェクト4連続がさらに 1.25 倍ということです。ちょっと難しいかな、私にはちょっと使いこなせない感がありますね。ギアサードですらもう ギリギリ本当ダメに近い感じですからねはい、やりました。ではね、早速ちょっと使ってみたいと思います。はい、ちょっとね、どこに行こうかなと思ったんですが、特訓の森鷹にどこまで行けるか行ってみたいと思いますはい、解放はこんな感じです。行きましょう。途中までね、飛ばしたいと思います。はい、11面までやってまいりました。ですね、めちゃめちゃ強いですね。パーフェクト4回。あー、もうダメだけど全然大丈夫だと思います。なるべく出したいですね、パーフェクト4回。こことか遅延、ちょっと遅延使いますか。これで飛ぶんじゃないかな、もしかして。ああ、かっこいいめちゃめちゃかっこいい、素晴らしい。はあ、ちょっと使うのもったいなかったですね、きっと。ここは黒から確かこうしましたね。強くないですかめちゃめちゃ強いと思います。はい、15面。ここはこれ遅延ですね、確かね。一応ウソップ使いまして、確かアーロンから倒したような気がします。違ったかな。あ、倒しますね。
16面。はいはい。ここで、どうしようかな。サニーで、ルフィ使えますかね。かっこいい。何回見てもこれはいいですね。ここでミホーク使ったような使ってないような使ったかな、どうですかね。まあちょっと普通に行ってみましょう。ミスった。よく使った方が良さそうかな。使いますか。ちょっと分かんないですけど。ああしまった。倒しちゃいましたね。ああすごいやん。そうですね、ここはあ、なるほど。一旦か。ここで遅延した方が良さそうですね。17面、ウソップかルフィ。ルフィを使いますか。もったいないかな。ルフィを使います。飛ばしますね。2ターンを稼ぎつつ、よし。はいはい、ここでウソップだ。よかった、ルフィ使ってよかったですね。これ確かですね、カニちゃん一匹残しだった気がするんですよね。赤緑。倒しちゃってよかったのかな。19回まで来ました。すごい。これはすごいです。ブローンを使いましょう。ブローンを使って。前のところでターンをね、貯めた方が良かったと思います。どうしようかな。それ。ああ。
はい、こんなもんですかね。あー、こんな感じでした。はい、19回目で来れましたね。あ、よかったです。なかなか強かったですね。はい、ということで、ルフィの超進化ですね、行ってみました。それで特訓の森にね、鷹にどこまで行けるか挑んできました。もしかしたら最後まで行けるかもしれないですね。ちゃんとこう手順とか次誰が出るとかそういうのを分かってればもしかしたらクリアできたかもしれないですね。うん、はい、といった感じで今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。